こんにちは、山線の堀部です。今日はとてもね、個性的なドイツのアイウェアメーカーのサングラスをご紹介したいと思います。今日ご紹介するのはカザールという、ねブランドの、サングラスになります。このカザールですね、1937年にアテネで、生まれた、カリ・チャローニという方の、名前の、から来ている、ブランド名になります。ウィーンの、芸術アカデミーで建築学を勉強して、それからですね、家具や陶器、そして、クリスタルガラス、シャンデリアなんかも、手掛けて、その後大きな、アイウェアメーカーのサングラスとかメガネの、デザインを、手掛けたりしてたんですが、1975年に、設立した、メーカーがこのカザールになります。このカザールね、その、創始者の、カリ・チャローニさんの、やっぱり哲学ですね、芸術的な、そして建築学を学んだ方の、哲学を生かされたデザインになっています。ハリウッドでも、人気があって、マドンナや一流の、アーティストがかけてるってことでも、ご存知の方が多いと思います。今日ご紹介するのは、モデル920ですね。こちらになります。レンズはですね、2ポイントの方式で止めてあります。レンズに穴を開けて、このように、2ポイント方式ですね。あと面白いなと思うところはこちらですね。このレンズとその周りに、こうフレームを設けて、ここに空間がありますよね。そして、ここにも空間があります。この辺も、やはり建築学の影響だと思いますけども、こう空間を、作ることによって立体的でとても、個性的なデザインになっていると思います。であとサイトの部分も、割合こう太めのデザインですね。そしてこちらに、幾何学的な模様がちらってありますね。ではかけてみたいと思います。いかがでしょうか。とても、個性的なデザインだと思います。レンズは、グラデーションカラーになってますね。そしてこの空間ね、先ほども言いましたけど、この空間をうまく利用した、デザインで個性的な感じがします。ちょっとサイドからも見ましょうか。こんな感じですね。どうでしょうか。こうボリュームあるデザインですが、そんなに、重さを感じなくて、掛け具合は、とてもいいですね。またこれ違った、個性で、今まで自分が紹介してきた中でも、違った個性でなかなかいいんじゃないかなと思います。こういった感じもたまにはいいかな。メガネやサングラスで印象が、だいぶ変わるっていうことあると思います。似合うっていうよく言いますよね。この形に似合うとか、このメガネが似合うとか、そういったこともあるんですが、で自分をですね、このように見せたいとか、もっと、こういったスタイルを、極めていきたいとか、そういったことはあると思うんですね。で、こう受動的なメガネの選び方ではなくて、こうなんていうのかな、自分の方から積極的な選び方もね、また楽しいと思いますので。いろいろね、ご相談しながら、楽しくね、メガネを選んでいただいて、素敵なね、メガネを探していただきたいと思います。メガネの話題やサングラスの話題、そして自分の好きなことや趣味なんかを動画にしてアップしてます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画をですね、気に入っていただいたらサムアップ、いいねもよろしくお願いいたします。楽しみにお待ちしてます。ではまた。